よっぷる日吉公平大。前回の無限列改編で、なんで前編と後編に分けたかっていうんだけど、いう理由なんだけど、このアルジェのフレンドの方がいなかったんだよね。それでずっと待ってたんだけど、結局現れなかったので今日になりました。本当は最後にくっつけようと思ったんだよ、バシッとボスを倒すところだけど、何回か負けちゃって、それやってるうちにフレンドさんがいなくなっちゃったんだよね。この M のせいで無限に耐久されそうになったから、させられそうになったから、昨日と今日の動画の題名は無限列改編っていう風になってます。あしからずで、まあ何回か負けて、いろいろ編成も変えてきました。細かく紹介していこうか。ルシアにこの DMC モーターホームっていう、デビルメイクライコラボのかなの、なんか交換キャラみたいなやつで、これがね、悪魔タイプの攻撃力が 3.5 倍で、もしシバドラが出たとしても、私シバドラに昨日当たっちゃって、それで半減食らっちゃって、攻撃力のそれで勝てなくなっちゃったから、それの対策だね。で、お市の方のアシストも変えました。お市の方のアシストはオーディンの武器にしました。そうすることによって、溜まった後も覚醒無効できると。これで何ドラだろう、あれは、オーディンドラゴンか。オーディンにオーディンの矢を突き立てるってか。そう、オーディンドラゴンの覚醒無効ができてきても大丈夫。これじゃあ買ってないかな。で、濃姫、あとはね、いろいろキラーとかもつけてきて、これもドラゴンキラーつけてきたりとかして、まあ何度も打ちのめされていくうちに、どんどん強くなれる理由を知っていく感じですね。やっていきましょう。ちょうど変身できるので変身していきます。昨日やったからこの辺はスキップしようかな。どうしようかな。もしかしたらスキップしないかもしれないし、スキップするかもしれない。でもスキップした時のために、こういうところはちゃんと喋っておくべきだと思うので、喋っていく。光のでブーンといくと、よし、 OK、 OK よ。誰だこいつ。ちょっとね、あれ2回目なんだよね実際。これ2回目なんです。なんで2回目かっていうと、1回死んじゃったの。どこで死んじゃったかっていうと、色合わせようか。色合わせるのでカット。1周で12秒使うんだよね。1周で12秒使うから、また戻ってくるってことなんで、ここかな、タイミング的には。多分そうだよね。まあいいよよくわかんねえや。いけ、全然いかねえ。あれ、なんで。ああ、死んじゃった。うぜえな、これ本当にうぜえぞ。なんだよ、悪い夢じゃねえかよ、ビビらせやがって。くそ、とりあえずアルジェも溜まってないし、殴っていこうと思います。ここに来るまでにね、2、3回死んじゃったんだよね。一つはノエルドラゴンのところでなんかくっちゃべってたらやられちまったのと、ね、あともう一つはなんかシヘラザードにやられちゃった。私のこのパズルがね、あんまり L 字をかませることによって、あんまりね、うまくいかないんだよね。 L 字組むとなんか、他のドロップをどうにしたらいいかっていうのがわからなくなっちゃうんで、ちょっと考えようか。あんまりね、多いドロップで L 字を組もうとするといろいろ良くないことがあるので、この場合は闇ドロップで作ろうか、 L 字を。で、 L 字を作らない部分はこの辺で作っておいて、で忍ばせておいて、で忍ぶちゃんで優しい毒で殺そう。どう、こんな感じで。もうやりたくないんだけど。一応アルジェならルシアの3倍エンハが溜まってるので、いい感じのところまでいけると思います。ああ、またやっちまった。なんか先に L 字組むとよくねえんだよ、よくねえんだよ多分ね。だから L 字を先に組まないようにしよう。その方がいいと思います。押してね、半分ぐらいになったらちょっと一気に攻めようか。 75% が切れてからなんか攻め時っつってたかな、誰かが。誰が言ってたんだっけ、忘れちゃった。
L 字ロック解除したいので、L 字ロック解除しようか。L 字ロック解除して、で、この辺で組んであげると、良さげななるんじゃないのかなって。で、相手がね、確か、神ドラゴン、攻撃なんだよ。で、神を、神キラーついてるのが、お市と、炎武と、炎武なので、エンマはそんなについてないか、ドラゴンキラーもついてるので、ノーヒマがついてるので、ちょっとこれはね、闇ドロップが足んないので、闇ドロップをちょっともらおうか。ドロップのロックを解除しなくていいか、別に。いや、もうやばいな、海王剣。こうして、ああして。次で行こうか。闇来い、闇来い。これで来るでしょ、闇。来ねえな、全然闇。マジで闇来ないので、もう一旦だけ待ちます。こんな感じで。闇来たね。これで半分いかなきゃいいんだけどね。次で決めます。これでいっか。やばい、手に汗握るってこのことだ、マジで。エンハンスを使います。3倍エンハン。で、これで、やべえ、どうしようかな。ここで組んであげて、やべえな。何がやばいかっていうと、別に何もやばくないんだけど。お、いいんじゃないこれ。完璧。これで行かないと、どうでしょう。行くんじゃないの。全部悪魔タイプだからね。行った。最後何ボスこいつら、楽勝じゃん。なんだよ、それ。なんかてっきりまだいるんかと思ってたけど。なんだよ。だったらこれ固定でおしまいじゃん。はい。これでいいんじゃないの？やった、これでクリアか。いや、マジ疲れた。